ハッピーセベスト。はい、ということで、うん、小胸筋、うん、小胸筋ですよね、うんうん、あのセクハラに思われないようにきちり、ね、うん、やること、うん、でもやればもうバッチリなんで、うん、本当にもう昔から言ってるんですよ私、うん、昔から言ってるけどいやそこ触っちゃちょっとっていう人が多かったです、うん、でもねどんどん広まってきましたね、うん、どんどんやる人増えてきてるんで、うん、もう今のうちにも極めましょうって話ですよね、うん、じゃあちょっと実技やってみましょう、はい、どう向けで、はい、じゃあいきまーす、レッツゴーじゃじゃーん登場シーンじゃじゃんなんじゃじゃん昭和小巨筋ね、まず昭和小巨筋ね、まず低支部と起支部としっかりまず覚えましょうって話だよね、うん、もうね施術し合ってるんでもうまったりしてます小胸筋まず浮こう突起、浮こう突起って分かりますかね、分かんない人ちょっと調べて、浮こう突起の下、椅子の下にちょっとくぼんでるところがあります、そこが起支部、そこから次のポイントなんですよ、低支部が胸の方に肋骨ね斜めに、変な話YouTube でね、禁止されてる部位に向かっていってるわけですよ、うんうん、なるほど、斜めに入ってる筋肉なんで、うん、だストレッチはこの45度って私昔から言って45度だからこの斜めのラインです、うん、に胸椎2、3、4にくっついてます、うん、それだからね、うん、それで、ね、動かすと分かるんですよ、うん、で、強さを求めてる人は強もみ希望の人は逆にこう伸ばした状態で押してあげればきついです。でも逆に痛いから緩めリラクゼーションでゆったりやってる人は普通に手を下ろしてる状態が緩んでる状態なんでそこで狙います。どっちが見やすいかな、うん、こっちが見やすい、手先はこっちの方が見やすいけど、じゃあこっちちょっと下にじゃじゃーん、小胸筋行こうときね、まずちょっとブラの線に当たるんで、あのちょっとずらしてね、うん、やる前にだから意味を言うって言ったじゃないですか、うんうん、なんていろいろ言い方があるんですけど、まあ信頼関係ある人はいいですよね、でも信頼関係ない人は、うん、あの肩甲虚筋の表裏一体なんですよ、うん、肩甲虚筋ってあのさっきから言ってるね、肩甲骨上角のところが辛い人多いじゃないですか、ここが、うんうん、そこいくら揉んでも取れないじゃないですか、うん、取れますか、取れるならいいです、うん、これやるなら結構しつこくやらないとそうそう、しつこくやらないと取れないし、うんうん、まあこう前が入ってるんでここ押してもね筋肉若干緩くなるかもしれないけどもうすぐ戻っちゃいます、うんうんうん、すぐ戻っちゃうんで前側引っ張ってる前側、要するに小胸筋がさっき言ったように浮こう時から胸の方に出てるんでグッとこうなってる状態、うん、こうなってる状態ね、うん、あこれサムネ欲しいね、ここね揉んでるみたいなスイッチ押してでここがグッと縮んでるから、うん、後ろがこう引っ張られてここが辛いんですよっていう説明をすればいいです、引っ張られてる前肩で引っ張られて痛い、うん、そこを伸ばすには前側がを伸ばすといいんですよ、だからちょっと前触っていいですかとか言いながらスタートしましょう、はい、まずねここね浮こう突起の下ここの部分、ここの部分とここちまにちなみに雲門というツボです、ツボがあります、うんうんうん、で1寸2寸 1.5 とか2寸ぐらいに、ね、もう1個ね、あごめんね、ブラの線が、うん、ここ、うん、これちょっと硬いです、硬いでしょ、うん、ここが中府というこのツボ、うん、でそれに沿ってこう斜めにこう胸の方に小胸筋があるんで、うんうん、ここを肘で入れましょう、うん、肘場所ね、ちょっと私の顔見えなくなっちゃうんで、うん、ごめんなさいちょっといきますね、あ反応いいねあっつっていや結構入ってますよこれ、うん、結構入ってる、待って
体重乗ってますから。でこのファーがね抜けてくるんですよ。結構入ってるけど自分の中では超緩くやってるつもりなんですよ、うん、ちょっとごめんね、入れちゃうとこうってなっちゃうね、うん、ちょっと抑え気味、3分の1ぐらいかな感じ、うん、で緊張が抜けてくるとふわーっとね奥に入ってきます、うん、ちょっと見にくかったら反対で、うんうんうん、こっちね、このおーってなるぐらいでちょうどいい、うん、あんま緩すぎるとこれだとなんかんもうちょっと来てみたいなね、うんうん、なのでちょうどいいとこ、うん、聞く、うん、これね止めとくのがいいんだけど、ちょっとわざとこうずらしてあげるとこうおー、うん、うわー、うん、ってなるんで、うん、この痛みを分かっていただいてからの止める、でしばらくして緊張が抜けててふわーっと入ってくると、こう横にずらすのこと全然痛くなくなるんですよ。これもねこういうやり方一つ見せ方一つっていうのかな、でだいぶ違いますよね。さっきミキティ左やったから左が楽なのか、うん、じゃあ今度右やった方が本当はいいんだね、うん、指でやるとあーいいですね、うん、緩む、だから肋骨の1、2番ね、2番ぐらいまでいいですけど、3、4になってくるとちょっと際どくなるんで、あんまりおすすめはしないですけど、なんとも言えないよねそこね、うん、ちょうど2、3で変なし、2、3でやってもほぐれるんですけど時間がかかるってことね。3、4とかも入れけちゃえば、うん、短時間では確かにいけるんですよね。短時間でほぐれるようにはなるんだけどね、どうしてもリスクが出てきちゃうんで、うん、なるべくやらないでね。2、3、1、2、1、2、1、2がねちょうど肋骨に乗っかってる感じです、うん、1は飛んでます、2が肋骨に乗っかってる感じ、うん、で揺らしてあげたりグッと入れたりしながら肘で入れながら、というバージョンで、うつ伏せもあるんで、うつ伏せバージョンやります。落ちそうになってる、8割寝てるよいしょ。これこそね、次際どいんで、うーん、あー、びっくりしたあれどこかな、うつ伏せか、あの、ちょっとやってみるか、うん、やってみて、ミッキーの判断して、うん、それこそエロかなっちゃう、うん、感じがな、うんうん、うつ伏せバージョン小胸筋、これね、うん、やっていいか悪いかというかね、たまにやるんですけど、これもねやらしくならないでくださいね。これは指でしかできないんで、ちょっと見てみてくださいね。ここの私場所が分かるんで、ちょうどここの後頭筋の下のこれくぼんでるとこ、これを入れて重さでこう乗っかるんですよ。で緊張をこう取ってガーンと、その状態でここを取る。これやらしく感じない？大丈夫？あ、全然平気かも。あ、全然平気、うん、全然平気だったら疲れるかもしれないですね。胸が大きい人だと気になるのかな全然私は平気まあ奥までいかないってことでね、胸の方までいかない、これは本当にさっき言った低脂肪、基脂肪か、基脂肪のとこだけでいいかもしれない。これで距離変な話出しちゃうとこうってちょっとやるんですけどね。うん、おお。そしたら深く入るんですよ。うん。これバージョンもね使います。うつ伏せでもこうほぐすってことができます。うん、でさっき言った肩甲脚筋がねこう停止があるんで、ここを確認しながらっていうのも重要かもしれないね。まずここの硬いとこね、あ硬い、ここね硬いですね。ここね、硬いですねって確認をして、その後にさっき言った小胸筋の方ね、こっちをやってまた確認してまた見てみたいなね、何回かやってるとね、この肩甲胸筋の固定脂肪が緩んできます、
じゃあ。どう？こっち側も今入れてやってます。うわあ、なんか右やばい。痛い。今ほとんど寝てたのに急に痛い。痛い。痛い痛い。今ね、実はね、何も喋らなくなったのはお疲れちゃんだから、まあ、ちょっとやってあげようって気持ちと、まあ実際現場ではこんな感じでやってるよっていうのをちょっと見せたかったのと。うん、今はミキティも完全に寝そうだったんで起こすために反対にしました。なんでやねん、いや痛い痛い痛い起こすために反対にしました。この前動画で言ったように起こす前はね、寝ちゃってる人とかまったりした人を起こす前に動きとか痛みがあることをちょっとやっていくと起きますんで。起きたよ、起きたよ、もういやいやいや、まだまだ。ああでも柔らいでった、そう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 、抜けていくんですよ。ああ波打つ感じ、この腕が、これね結構いいんで、ね、でも気をつけてください。これもねちょっとね下から突っ込むんで、しかも奥行ったらダメですよ、手前だけね、うん、ちょうど停止も避けた機種ね、で両方同時はダメ、うん、両方同時はダメ、両方同時もいいよ。おおすごい贅沢すごい、短縮バージョンがいいね、これ短縮バージョンかもね、やっとくと、ここのね、肩甲骨筋、あ、すっげえるんだ、おーおーおー、あ、これは寝ちゃうわ、緩みすぎちゃった、うん、というバージョンです。はい、じゃあまとめにいきます。はい、まとめです。はい、ミキティ、ぼーっとしております。ぬくぬくしてる、ぬくぬくしてる、ぬくぬくしてる、これ起きましょう。猫だましみたいな。猫だまし。子供とかにもやんない？やんない。やんないか。そんなことやんないか。ということで、小胸筋ですけど、これね、昔から言ってるんで、気をつけながらやると本当にいいとこなんで、うん、広めていきましょうね。肩こりは小胸筋です。間違いないです。これ間違いないから。なんかでも、小胸筋ってやると、なんか痛いところってイメージがあったけど、あの何回も言うけど、すごい想像よりすごく気持ちよくマイルドにやってくれてるだから、ね、そこを言わないと、そうかそうか、すげえ狙ってるよ俺みたいなね、ギャーみたいなことになりかねないので、マイルド、マイルドになってます。マイルドか、自然になってんだね俺手がね、多分ね、まあ、経験から来た手だからね、本当 ね最初のうちって 1,2 年目とかもうガンガンやるじゃないですか、うん、指作るためもあるんだけど、うん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 、強くやった方が効果があるんじゃねえかみたいな勘違いが多い、うんうん、勘違いだけじゃない場合ももちろんあるんだけどね、うんうん、実際はね、うん、あの痛みがそっちが強い、あのつらかった人じゃない、うんうん、方がでも痛がらせることによってその先にあるなんていうの、うんうん、もうそこを超えていくと取れたりするけど、ずっとそれを続けていくんですかって話だよね、うん、だって実際はね本当筋線ぶっ壊してるからね、ある程度していくとね、うん、ぶっ壊さない、筋繊維をぶっ壊さないように、うん、きっちり柔軟性を作るみたいな ね、うん、逆にいい方向に行くように、うん、強さ求めちゃうと永遠に強さ求めちゃうんですよ、うん、どんどん逆にあれだよね、強さを増してくるよね、うんうん、もっと強くやってくれる施術者のところに行くようになっちゃう、うんうんうん、っていうことなんで、うん、まとめは小胸筋は肩こりの第一人者です、人者じゃないんだけど、毎回言っちゃってるんで、うん、第一人者です、うん、もうね、友達です、友達小胸筋、友達です、親しいね、はい、親しいね、親しいね、ね、小胸筋、うん、ぜひ使ってみてください、うん、ありがとうございました。またね、またね、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします、お願いします。